裁判官庁民事新聞です。藤原の列ですが、当事者の方がすでに見えられています。警告になったら始めます。そうか、開発から10年だもんな。10年とか9年か、うん、よろしいでしょうか。じゃ あ, ご説明お願いします。はい、記者レク始めさせていただきます。今回は、ウィニー事件の最高裁決定が検察官の情報が棄却されたということを報告を受けまして、我々まだその詳しい理由等は見てないのですが、今回あの事件についての意見を述べさせていただきたいと思います。まずはウィニー事件団長の、ウィニー弁護団団長の桂の方から、意見させていただきます。すでに配布してますコメントを読み上げます。弁護団、ウィニー弁護団です。23年12月20日です。本日金子勇氏に対する著作権侵害幇助事件について、最高裁は検察官の上告を棄却し、無罪が確定することになりました。最高裁が高等裁判所の判断を支持し、無罪としたことについては当然とはいえ評価するものであります。そもそも本件はウィニーの技術や価値を全く検討せず、偏見で捜査を進め立件した事件であり、2004年の逮捕から7年以上経過しており、我が国にとって失われた7年という期間は金子氏だけではなく、我が国のソフトウェア技術者にとって非常に大きな損失でありました。最高裁いかなる理由で無罪としたかについては現時点では明らかではありませんが、その基準が今後のソフトウェア技術者が意欲的な取り組みをすることへの障害となるものではないことを願うものであります。ちょっと誤字がありますけれども、すみません、そういった趣旨でございます。続いて、当事者の金子勇の方から、今回の事件についての感想をさせていただきます。はい、読み上げます。私に対する著作権侵害幇助事件について、本日、無罪との決定をいただきました。
私は今回の事件で開発を躊躇する多くの技術者のために訴訟活動をしてきました。今回の決定で私の開発態度が正しく認められたことをありがたいと思っています。今もインターネットをめぐる問題はたくさんありますが、私はこれらの問題の解決のために微力ながら最大の努力をしていきたいと思います。この場を借りてウィニーを悪用することのないよう、またより良い IT 社会が実現できるように改めて多くの方々にこの場を借りてお願いする次第です。最後になりますが、逮捕直後よりご支援いただいたたくさんの方々、本当にたくさんの方々に、お礼を申し述べたいと思います。本当にありがとうございました。はい、弁護団からは、以上ですので、記者の方からご質問ありましたらお受けさせていただきます。はい、さすがにその逮捕されたから何もそれで困って何もしないというわけでもなく、私のこととしてはもちろん技術的に面白いことがあって興味関心があって、これは役に立つと思って作ったところがありました。ですので、それを示すために実際に、株式会社スキードという方でスキードキャストというものをずっと開発してきました。で、今現在はそれの社外ですけれども役員ということで、実際にその会社の方でそのウィニーの技術を生かす活動をしています。今回無罪ということで、今後どういった活動をしていきたいかということなんですけども、よろしいですか。はい、基本的には変わらないんですけれども、そうですね、もうほとんど基本的な問題になってしまいますけれども、ウィニーに関しては、私のでは開発は、やりたいことは大体もう終わってましたので、あとは、例えば商用化であるとか一部の開発に関しては残っていましたの で先ほど言いましたように、それに関しても実際にも仕事の方として行っていますし、今現在はどちらかというと、何かないかなというふうに、新しいネタを考えているところですかね。はい、さん、ご質問お願いします。 NHK なんですけども、今コメントで読み上げられた開発態度が正しく認められたことはありがたいというところを、もうちょっと深くしてお話ししていただいてもいいですか。はい、特に悪用しかできないというふうに勘違いされて、もしくはやはり皆さんその悪用ということばっかり注目されて、結果的にその悪用がいけるんだというのを広まってしまったみたいなところがあったと思うんですけども、技術的に当たり前ですが、悪用しかできない技術というのはなかなかないわけですので、当たり前ですが情報をこう発信するような技術だとか、効率よく情報をその送るような技術として使いますので、そういうことに関してはなんていうのかな、使えていけたらなと思ってます。はい、何かコメントですか。ウィニー自体は応用可能というような技術だと思っていたのが、それが認められた部分があると、そういう開発の姿勢が認められたっていうのは彼だけじゃなくて、同じように今一生懸命開発しているソフトウェア技術者にとって、かなりの救いになるんじゃないか、そういうことを彼は言いたいと思います。はい、無罪が確定するというふうに初めて聞いた時の心境というのをもう一度教えていただけますか。ほっとしたのか、嬉しいと思ったのか。やっぱり素直に嬉しかったと思いますし、かなりほっとしたというのと、やっとかっていう、かなり、長く待たされましたので、まるまる1年近く何も落とさたかないので、っていう感じではありました。2年ですか。そうですかね。はい、そうですね。はい、ニコニコ動画の岩と申します。よろしくお願いします。今回のですね、無罪確定の報道を受けてですね、元2チャンネルの管理人の西村博之さんがですね、自身のツイッターで、当時のウィニーは技術的にもトップレベルだったのに、スカイプなど P2P 技術が国外が主流になっちゃいました、産業を潰した責任は誰も取らないんでしょうねというような見解を出されて、コメントされてました。で、この産業を潰した責任、このあたりどうお考えなのかお聞きしたいと思いまして。いや、私自身は別に、なんていうかな、誰のせいに
今回の事件もつまり誰かの人にすればそれで済むだろうと思って私の人にされたんじゃないかと思うんですよ。でそれは一つのやり方なんですが、それでは何も前に進みませんので、できるだけ前向きに今できる最大限の良いことは何かを考えて皆さん動くべきじゃないかと思いますけれどもね、はい、誰かの人にすればいいっていうわけではないと思いますし、はい、今回の事件も別に誰かのせいにしてっていうふうにする気はありますので、私の方でできることならば最適にやりますし、はい、ただまあこういう問題はとてもデリケートで、誰かが偏見を持ってこういうものをこう制約しに行くとですね、必ずこうこの日本にいっぱいあるこう技術の芽が失われていくわけですよね。こういうことをもうこの事件を通じて、司法に携わるものは十分意識するべきだというふうには思ってます。最終判断が、まあ、研究者の方々にとって、まあ、どういうその影響というか、得られるというふうにお考えですか。人によっては全く関係ないという意見も、まあ、あるのかもしれませんけれども、結果的にその邪魔になることがある場合があるのは間違いないわけですので、できればこういう判決というか事件で有罪が出たない方がいいのは間違いないわけです。ですので、まあ、悪い影響はないと思ってます。そう、無罪は、うん、はい、はい、まあ、いろんな技術がもう開発されてるんですけども、今多くの技術というのは優れた技術であればあるほど悪用した時の危険性も高いものが多いんですよね。でそういうものをこの悪用を考えながら作ってる人は誰もいないわけです。でも何か悪用されたら捕まるんだと思ったら、うん、もう誰もチャレンジしなくなるんですよね。今現在日本のソフトウェア技術者はそうなりつつあるわけです。そういう人たちにとって何をしたら悪くなるのかという、捕まるのかという基準を示せたというのは、うん、今回の判決の意義があるというふうに思っています。弁護団の方はですね、その失われた7人のだいぶその大きな損失だというふうにその解説されましたけれども、金子さんの目から見られてですね、その損失もどういうものが実際にあっただろうというふうにお考えになりますか。実はまあ多分気分的なものなんじゃないかと思いますけどもね。だから何か尖ったようなものを作るとなんか叩かれてしまうんだみたいな風潮が出てきちゃったんじゃないのかなと思いますので、やっぱまあ先ほどありましたように。作ることでとりあえずここまでは問題ないんだってことは示せたことに関しては良、まあ、かったのかなと思ってますけどね。無罪が勝ち取れたことで、はい、今信じられないかもしれないですけど、 Wini を開発した時は YouTube もなかったし iTunes Music Store もなかった時代なんですね。その間にこう Wini でどうぞこうのってやってる間にほとんどそういうサービスはアメリカ中心になってしまったと、これはやっぱり失われた部分じゃないかなというふうには思ってます。ウィニーがそのまま使われていれば、開発できればウィニーが YouTube になる可能性が十分あったという。そうですね。そこのところは金子さんはどうですか、今お二人の話を。まあ、if なのでは分からないですね、やっぱり、はい、やったことはいっぱいあったわけですけれども、結局全て失われたのは確かといえば確かですね、はい、他にご質問ありませんか。あ、よろしいですか。はい、ウィニー開発のきっかけはその2チャンネルのスレッドだっていうお話があるんですけれども、はい、まあ、今回の無罪 の、決定を受けてですね、まあ、2チャンネルの方でも、速報47し無罪確定ということで早くもスレッドが盛り上がっているんですね、はい、こういった2チャンネルのユーザーに対して何かメッセージがあればお聞かせください。悪用しないので言ってはい、ね、私はそれに関してはまあ尖ってい感じがありますね。はい、まあ、意外かもしれないですが、彼は2チャンネルでも悪用するなと言い続けてきたわけですから。誰も信じてくれないんですけども悪用するなと書いてれば偽物だって言われたっていう本当になんか、はい、ね、はい、祭り好きな方々なので、はいはい、改めて同じことを伝えたいと、うん、会見で
用しないでほしいというのはメッセージも書かれておりますが、今後の人事、はい、研究者の方が新技術をまあ開発するものと、それとまあその裏腹な関係で弊害が出てしまう、そのバランスをどういうふうにこう今後その取っていくべきだというふうに金子さん自身はお考えですか。まあ基本的にやっぱ前に進むしかないとは思うんですけども、当たり前ですががむしゃらに前に進めばいいというものでもないので、まあ慎重にかつ、まあ、やっぱり前に進むことは諦めてはいけないと思いますけどね。はい、弁護団としては非常に今回の判決、まだ詳しい中身を見てないので分からないですが、高裁判決を前提とすればですね、やはり警察、検察が、まあ、要するに基準が曖昧なところに関してですね、乗り込んできたという実態があったんですね、今回の事件。これが違法か違法ないかということについて、はっきりした法律がない段階で、捜査段階、捜査機関が、まあ、刑事罰として、まあ、入ってこんで、非常に、まあ、危惧な事案だったわけですけれども、そういった姿勢については、やはり激しい猛省を促したいと思うんですね。7年間、取り返しがつかない7年間ですけれども、本来入るべきでない分に警察、検察が入ってきたというところは厳しく問われるべきでしょうし、さらに申し上げれば、まあ、捜査段階での報道機関の皆さんの方もなかなかご理解を得られなかったという実態もありました。そこもぜひこの件、こういった類似の事案についてはですね、報道機関もぜひこの事件についてはもう一度検証してほしいと思います。いくつかの新聞はもうこの事件について非常に厳しく、まあ、処罰すべきだというご意見がございましたけれども、こういう YouTube が出てきたような時代になってもですね、やはりそれで処罰しようかというふうになるんでしょうかとかですね、開発行為にもたらすいろんな問題点についてはどういうふうに報道するのかというところも検察同様にですね、警察検察同様に問われるべき視点だというふうに思うんですけども、ぜひこの判決を受けて事件全体についての見直しをお願いしたいと思います。まあ、特に警察検察についてはやはり京都府警 の, ハイテク犯罪対策課というのはですね、一つ部署ができてしまったら大阪地検特捜部と同じですけれども、やはり手上がれを立てようという傾向になりやすいと思うんですね。そこで遺産名称がなかったのか、もちろん不正な使用があることは事実でしょうし、いろんな対策が必要なんでしょうけれども、今回の事件の摘発に関してやっぱりやはり、まあ、勇み足であるということは間違いないと思うんですね。そこをぜひ検証してほしいというのが切なる願いではあります。なので、まあ、先ほど誰かのせいにはしたくないというふうに本当におっしゃいましたけど、なので捜査に対する思いというのは、まあ、7年以上経った今ですね、どういうふうにお考えでしょうか。まあ、これらも仕事ですので、まあ、真面目にやられてるんだと思いますけれども、公務員ですので、できるだけ公共の利益になるようにお願いできると助かるかなと思っています。うん、村木さんもコメントでした、うん、彼の性格的にあんまり人を責めるのは好きじゃないみたいですね。うん、やっぱネガティブなのは何も生み出しませんので、できるだけ良いところだけ見た方がいいと思います。はい、会社でウィニー技術を生かす活動をされているというのは、はい、ソフトウェア開発者として受理されているという、会社自体が私の方 の, 技術をきっかけとしてできた会社でしたので、まあ、まだ生きてると思う。生きてる生きてないじゃないよ、まあ、何言ってるんだ、頑張ってるよ。皆さん優秀な方集まっていますので当たり前ですが、私はやっぱりただのフリーソフトのプログラマーというところだったので、まあ、試しに作ったらば広まったっていう感じがあるんですが、当たり前ですが世の中にいろんなプロフェッショナルの方いらっしゃいますので、まあ、技術をいろいろ参考にしていただきつつ、うん、やっぱり作ってますし、また当たり前ですがいろいろな面白い方々集まってくればまた面白いものが出てきますので、うん、まあ、そういうことで新しいものを作っている、うん、それに関して、まあ、関わっているという感じですかね。ご自身もプログラマーとして、うん、それ微妙ですね。最近は趣味では組みますけれども、やっぱ私がコードを書くと怒られちゃうみたいなむしろその自分でソフトウェアを全部作るというよりも、うん、若手のそういう金子さんと仕事をしたいって集まってきた人に対して指導したりとか、いろんなこう構想を出したりとか、そういうのが中心になってみたいですね。
唯一ウィーニー事件で良かったことかもしれないね。まあ結果的にいろんな人と知り合えたっていうのはまあ良かったですけどもね、集まって会社できて、まあそれなりにまだってあれですね。まだ何人くらい集まってらっしゃる。どうですかね、まあ、今は技術者の方かなりメインですけど、でも10人ぐらいしかいないんですか、メインというか技術的なところでは。もう会社のことは会社の人来てますから聞いてください、うん、多分あっちの方が正確だと思います。というか多分しゃべるなって今ヒヤヒヤしてると思うんで。若手の指導者に構想を出したりしたっていう方に移ったというのは、それはまあこの刑事の裁判まだ終わってないっていう、そういうことも踏まえてですか、それともそれとは違う心境で、うんうん、やっぱり動きにくかったっていうところあるんだと思いますけどね、うん、そういう意味ではまあ今後は無罪が確定したら、うん、いやまあ、いつ確定するかわからない状態でしたので、うんまあ、特に考えてなかったんですけれども、まあ、何か新しいものを作れたらなと思っていますので、はいまあ、もうちょっとまだ気分的にはあんまり自由になった感じがしないものですから、うんまあ、じわじわあれなんかしますけども、新しいもの の構想の一端とかをここでご紹介触りで、うん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 、多分マリから言うなってこうスピードが存在する。あ、まあまあ、まあはい、場合によっては、はい、特許技術に関わる場合がありますので、うかつに喋られると。ネットワーク関連に関してはやっぱりその株式会社スピードの方でやっていますので、もし興味がある方はそちらにアクセスいただけると、まあ、いろいろな話が聞けるんじゃないかと思いますので、はい、まあ、どういう製品かダン君が説明した方がいい。会社の方から別途、はい、今日は事件の話ですから、うん、はい、そしたらここで会見という形は引き出していただいた後は個別で、はい、ちょっと見せてお願いします。はい、了解しました。はい、ありがとうございました。はい、金子さん大人気、はい、ありがとうございました。はい、またありましたら、はい、何なりと。これはニコ生さんですか。ね、まだ別の時に例えば対談という形で金子さん呼ぶということでありましたら、はい、はい、何なりと協力させていただきますので、はい、はい、ありがとうございます。いろいろと、はい、逆に男性の方に、はい、ご連絡してもらっていいですか。はい、いろいろと、はい、逆にこちらからもお願いしたりとかしてたりするんで、はい、例えばそういった番組とかもあったり、はい、大阪弁護士会のなんかニコ生やってもらったりとかもありましたし、はい、はい、ですか、はい、ありがとうございます。はい、今後あれですかね、この無罪のやつきっかけ受けて、はい、今スキードの社会取締役じゃないですか。そうです、はい、そういうのはまだしばらく続けられる感じなんですかね。もちろん、はい、もうじゃあずっとこれがきっかけなんか変わるとかってことはなくて、はい、このままいくということですか。はい、多分やめればスキードが潰れる時ぐらいだと思います。スレッドがすごいことになってるんですよ。はい、ってる。僕自体はあんまり見ないのでも。あ、本当ですか。みんな勝利勝利って書いてる。俺も褒めてよとか思うんですよね。みんな金子さんばっかり褒めるから俺も頑張ったよと思うんですかね。
どうでした、こう弁護される身としてこうなんか、ね、次々とこ うまくいかなくて、まあ、今回なったんですけど、はい、その至る過程っていうのは、はい、まあ大変でしたね、はい、まあ裁判所というのは基本的に有罪ベースでものを考えているところなので、それを入れ替えなきゃいけないということだったんですよね。一番やっぱり効果的だったと思っているのは、高裁で実際にあのネットワーク環境を作って、あの会議室に見に実際動かしてみたんですよ。で実際データ流して、データがあっち行ってこっち行ってという、そこに著作権侵害が全くないでしょって言って、これがウィニーの技術なんですということを実際やったんですね。そこはやっぱり大きかったなというふうには思ってます。いつぐらいのお話なんですかね。ですね、無罪を取ったのが何年だったっけ20年でしたっけ。トライアル始まった年の5月ぐらいにやりました。で進行記事、多分ブログ見たらなんかそんなこと書いてると思いますけどね忘れ正確な記述は覚えてないですけど、実際やってそれがやっぱきっかけになったんですかね。そうですね、逆転されて、はい、やっぱりウィニーイコール著作物だどうのこうのって考えたのが、そこでちょっと裁判官の視点が外れてくれたかなと。逆に検察官はジャスラックの京都支店まで行って、あの違法なものをダウンロードさしようと一生懸命やってたんですけど、ポート開いてなくて何もしなかったんですよでこっちはポートが開いてなくて落ちてないっていうのをわざわざ実演してなぜ失敗したのかとかまでやったんですね、こっちは、はい、どうしても見てほしい、ジャスタツールだっていうのはやっぱり見てほしかったんですね。それがやっぱり通じたんかなというふうに思ってます。それがきっかけになったかもしれないということなんですけども、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと苦しい質問かもしれないんですけど、はい、その一番苦しかった時、はい、どういう時が一番辛いなって思いましたかね。辛いな、やっぱり地裁判決で有罪だった時ですよね悔しいですよね。それはこっちとしては彼は無罪しかないと思ってるわけですから、でしかもよくわからない理由で無罪になってるわけですよね。原審判決もあれ最後の部分除いたらほとんどこれ無罪判決かみたいなこと書いてるわけですよ。でどうして通じないんだっていう裁判官に対する思いがすごい強かったですね。でもそれは金子さんが悪いわけではないわけですよ、やっぱり自分の実力不足だったわけですよね。悔しかったですね。で2チャンネルであのヘボ弁護士辞めさせろとか書いてるわけですよこの野郎とかでだったら変われとか言ってるわけですよお前ら見てるだけは楽だかもしれないけど実際は結構大変なんだぞとかで思ってました。大阪にいらっしゃったんです。そうです、たまたま東京に行く用事があったんで、で金子さん東京だから記者会見で東京で金子さんいないとカッコつかないということで、はい、急遽東京で、はい、東京の予定とか全部キャンセルしちゃってすいませんって。どうですか、なんかその、まあ、今回日本で、まあ、最終的にこういう結論が出たわけなんですけれども、まあ、もし海外で全く同じような事例が起きてた場合どういうふうな想像されますか。感想とかあるんですかね、なんか話とか出ます。ああ小泉さんと友達だからなるほど、はい、そうかそうか、技術者同士でお話しください、はい、実際にドワンゴの研究会にも出て、はい、お話しさせてもらったことあるし、はい、だから多分喜んでいくと思いますよ。あ、本当ですか。小泉金子対談みたいな。ああ司会大変だぞとかどっちに行っちゃうやらって、ぜひやっていただきたいと思いますけどね。あの今日いろいろメッセージいただいたんですけれども、はい、今日はあのこの後収録でこちらの映像を流させていただくんですよ、はい、ニコニコのユーザーに向けて何か一言あればカメラの方に。これそのまま使っちゃうんですか。あ、もう使います。ニコニコカメラ目線の僕がニコニコのユーザーさんですか。いつもお世話になっております。何かいろいろやることがあると思いますが、その時はまた温かい目で見ていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、何をサービスでしょうか。お疲れ様でした。いかがでした会見されて。いやー、まあ、はっきり言ってなんかカメラすごい苦手なので困っちゃうんですけれども、はい、もう本当は引きこもってるはずなので、なんとか引っ張り出されてるんだっていう感じで、はい、なんか質問で
西村博之さんの名前出された時あのニヤッと笑われたんですけどあれは何か。いや、まあ、特にないんですけど、あ、彼にも事件の時にはあの結構あの ご協力いただきまして、あのなんだ証人として出ていただこうかとかいろいろあったんですよ、実を言うと、はい、アイデアがで一緒にあの話すこともありますから、まあ、結果的にはあのやらなかったんですけども、やっぱりそのあの開発中の日大での発言があるわけじゃないですか。あれに関してやっぱりそれを証拠にしようということで、あのだから私の発言だけを抜き出されたっていう話がやっぱあるんですね。でちゃんと当時の日チャンネルはあのなんだ IP アドレスを取ってなかったとだからちゃんと匿名だったんですよ、はい、だからその後からなんか取るようになったみたいですけどもね。で実際にはだから日チャンネルの私の書き込み内容に関してはだから参考資料をやって、あのまあ裁判においては決定的な証拠にはなってないということなんですね。で彼は彼ですごいですよ、ちゃんと匿名というものを重視して、まあ、偉いといえば偉いですが、彼も同じ立場ですね。あのなんか作ったからけしからんみたいなことで叩かれてるっていうのは、まあ同じといえば同じ立場ですね。まあ、ちょっと話変わるんですけれども、はい、この7年間、はい、長かったですか短かったですか、今のお気持ちを聞かせてください。長かったというか、まあ、飽きたというかさらに慣れたという段階まで行ってまして、もう癖がついてますから、やっぱりサーバーの第一で動いてますから、極力だからね、あのなんか何もしない癖がついちゃってますね。だからね、一番いいのは何もしないことになっちゃうんですよ、裁判になってしまうと。変なこと喋らなければいけないし、ということでなんか動かない癖がついちゃってるんで、今度は直さないとなとは思ってるんですけども、なかなか直らないですもんね。その、はい、しばらくしたらその慣れてきたってお話なんですけど、はい、ちょっと一番じゃあ辛かった時っていうのはどういう時でしたかね。うん、実を言うと捕まった時っていうのは意外と脇あいあいだったんですよ。あの捕まって分かりにくいと思いますけど、昔皆さん捕まったことないから分かりにくいと思いますけども、捕まるとみなあのろくな連中集まってない、集まってないんですけど、彼らなりに脇あいあいなんですよ。で それはそれでいると外界から遮断されていいんですけども、出るとですね、やっぱり皆さんに頭下げてもらわないとダメなわけなんですよ。迷惑かけまくっちゃってますので、やっぱりそれが非常に申し訳なかったですね。皆さんにごめんなさいっていう、はい、本当にいろんな方に迷惑かけましたので、はい、その証人として扱われてとか、もしくは接見禁止って言ってあの証拠を隠す可能性があるから、この人とは喋っちゃいけないとかっていろいろあるわけですよ。でその時に一番親しい人たちに対して接見禁止からんですね。2年ぐらいだから、例えばうちの兄貴とかなんですけども、例としてあげれば誰と喋っちゃダメかっていうと、そういうのがまあ辛かったらやっぱ辛かったですね、はい、大変ですよ、いろいろ捕まっていくと意外とっていうか、まあ、はあ、捕まってるまで分かんないです。なんかもう話聞いてると、その自分がしたことっていうよりも、その周りの人に迷惑かけたことに対してすごい、あのなんていうんですかね、罪悪感を感じてるのかなって今お話聞いてて思ったんですよ。でそれっていうのが今後もう解消されていくとは思いますか。でもなんていうね、まあ最大限やるしかないですね、自分ができることを、はあ、基本的に私はあんまり周りに迷惑影響を及ぼすのが好きじゃないんですよ。目立つのも嫌いですし、はい、なんだけど、まあね、と同時にやっぱね、あの新しいことは好きなので、はい、なんかあのよく弁護団が言ってたんですが、だから山があったら登りたいみたいなので登ったっていうのは、まあその通りなので、はい、なんて作ったかっていえば、まあ、まあソフトウェアなんで、まあなんかちょっと新しい面白いこと思いついたから、ちょっと作りたくなってみたっていうだけなんでね、はい、あんまりその先のことは考えたかったね、確かにね、はい。の会見で、うん、あの今後のサービスについてはなんかあのまだ言えないみたいなお話があったんですけれども、もしよろしかったらですね、ちょっとここだけの話、ここまで言えるかなみたいなのがあれば教えてください。なんだろうな、さっきとかネットワークバリの話はっていうかやってないんですよ、全然。その会社の方として動かないようにしてますので、で何言ってもネタバレになってしまうので言えないしみたいな。で趣味でやってることもいろいろありますけれども、まあどうだろう、大学の方でちょっとね、あの検証してもらったりとかもやってますので、まあ、やってることはあるといえばあるんだけど、多分次出てくるとしたらば、全然皆さん絶対予想できないところで多分出てきますいつも通りです。私だからネットワークやる前はスレディアとしてというか物連算とかの、スパコン相手にするようなところで動いてましたので、でなんてやつがネットワークっていうか P2P やってるんだっていうノリでしたので、私はやっぱりなんて言うかな、まあ、飽きてくるんですよ、やってると。でなんか面白いことないかなって探すと、あなんかこんなに面白いものあるなと思って動くわけですけども、表できるのはやっぱりある程度広まってきれば目立つわけなので、結局そのなんていうかあんまり目立つことは好きじゃないんですよ。だから、はい、まあ、なんか
裏でいろいろやってますので、はい、埋め立った時が終わりの時ですね。で邪魔されたかった、はい、いつも通りですね。ニコニコ動画の若い方すごく多く見られてるんですけど、若いエンジニアとか技術者の方々に何かあったりしますか？そうだな、まあ、よくダンさんが言ってたんですが、捕まるのこと、捕まるようなことやってみればいいんじゃない？できるもんならやってみてくださいと。なかなか意外と難しいですね。狙ってできないですよ。っていうか、狙ったわけじゃないんで。当たり前とか、捕まろうと思って作ってるわけじゃないですから、なかなか難しいですね。なんでこう、裏を行くんだみたいな予想とは絶対違う方に行きますので、逆に言えば私は必ず、なんだ、予想を外すので、2回予想を外すとなんかうまくいくみたいなところ、裏の裏を書くみたいな、常にね、自分を信じてないんで。はい、この辺の感覚が難しいですね。最後になるんですけれども、これニコニコ、ニコニコのですね、視聴者に向けてメッセージをお願いいたします。はい、若い方たくさん、まあ、日本のメールのために若い人たちは頑張ってください。はい、頑張ってください。私は極力迷惑をかけないようにやってきたつもりですので、はい、とりあえずソフトウェアを作っただけで捕まることはなくなったと思いますので、皆さん自由に作られてくださいということで、若い人たち頑張ってください。はい。ということです。はい。すみません、どうもありがとうございました。金子さんがいいんじゃないですか。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。大歓迎。